はい、ヤフーチューブ、どうもなぎです。さて、今日なんですけど、今日とね、ちょっと明日の配信になるのかな、多分に、2つに分けてなんですけど、僕が、知ってる美容室、要は東京じゃなくて、まあ関東でも他のところ、東京以外とか、あとはまあ本当に全国の僕が知ってる、まあ、その元々僕がいたお店、ピーガブっていうお店を出た人とか、まあ知ってる人、まさに近い人とか、まあ知り合いのお店だったりとかをちょっと紹介していこうかなというか、まあこれYouTube って見てる人って結構全国に、ね、世界というか、あれでいろんなところで、多分、どこ行きたいかなとか、迷ってる方って結構多いと思うんですよ。うん、今で。で、まあ僕が知ってる中でのサロン。うん、パワーパッと調べた中なんだけどね。うん、パワーパッと調べた中なんだけど、ごめん、入ってなかったら言ってください。もし見てる人がいたら。一応2回に分けて話しますけども、ちょっといろんなサロンの、お話というか、こういうところがありますよっていうのを紹介していこうかなと思ってます。はい。この倍あるって感じだね。もっとあると思うんだけど、本当にいっぱいあるんだよ。いっぱいあるんだけど、僕が知ってる中で、うん、かなっていう感じなので、お話ししていこうかなと思います。で、まず一番目からね、静岡。うん。ここ。うん。ヘアデザインフェローズ。うん。フェローズだね。うん。これは、宮崎さんっていう人がやってて、これはね、僕の1年目、2年目か。2年目、3年目ぐらいを、一緒に過ごした人なんですけど、その人がついてたスタイリストに僕がその次についたみたいな感じだったんで、結構いろいろと教わった方でもあるんですよね。うん。東京に来てから1回目してあげたことあったかな、昔。東京に来てからはあった気がするけど、うん、今でも SNS ではね、やり取りはたまにするんですけど、うん。僕の一個はなんで、今年38になるのかな、かな、静岡のどこだ、浜松だ。浜松にあるフェローズさん。うん。今、確かこの間先生なんか2店舗目を出すみたいな話をしてたので、うん。どちらかというと、その大箱でバンバンやるっていうかは、数人の美容室で何人か、でやってるっていうタイプの感じですね。美容室です。うん。まあこれも僕と同じサロン出身の人なんで、もちろん間違いなくうまいと思います。はい。静岡出身の浜松近くの人に行ってみてください。ぜひ。うん。で次福岡のラグリーンっていうところ。ラグリーンは福岡はラグリーンどこだったっけな。川口の福岡の僕お客さんで、僕のお客さんで福岡に引っ越す人に紹介したんですよ。ここ。中央区。大手門かな、うん、のところにある人で、この川上さんっていう人がやってるんですけども、僕のね、上、全然上。全然上って言っても、うん、でも七八甲なんじゃないかな、川上さんって。うん、僕ね、そうだね。スタイリストになる前か、それくらいに福岡に旅行行った時にも、ここよ、この前にやってたところのサロンとかに寄って、川上さんっていう人に会って、髪を切ってもらったっていう、思い出もあります。今でもたまに SNS でもやり取りしますけど、うん、紹介してましたとか。この人ですみたいな感じで紹介してやりとりして、すごい面白い人で、うん、もちろん技術もしっかりしてて、僕の先輩なんで、もう間違いないと思います。ここも福岡のね、多分そんな遠くないんで、多分福岡の都心部からそんな遠くないと思うんだけど、多分、うん、もし興味ある人はこのラグリーンっていうところを調べて、福岡の人ね、行ってみてもいいかなとは思います、僕は。うん。で、B ガーデン、熊本の B ガーデン、これはね、僕の後輩がね、去年かな、大郷くんっていう、
まあ、SNS でしか最近 見ないんだけど、僕はね、23、4、5の時とかに下にいたんだよね。一つ二つ下かな、もうちょっと下だったかな、2、3個下だったかな、大郷くんで。結構その海外とかも行ったりとかして、あの 旅じゃないけども、住んで美容師やったりとかっていうのを結構繰り返してて、日本で出した。結構天才派だなと思う、多分大郷くんは。うん、結構クリエイター的なところが結構あるのかもしれない、多分。うん、だと思う。結構いろんなことやってる、 SNS 見る限りは。うん、熊本とかでもし探してる人がいたら、大郷くんのお店もいいかなと思います。結構クリエイターで、結構カットすごいこだわって、まあ、僕も、まあ、もちろんみんなこだわるんだけども、結構クリエイター気質な方です、うん、大郷くんは。うん、結構面白いよ。うん、で香川、はい、サンドロ。ここはね、桜井くんって僕の同期がやってるんですよ。もう桜井、もうね、もう先生って呼んでるんだよね。僕らの同期の中でも先生って呼んでる。もう、いろんな意味で天才。うん、面白いし、センスあるし、もうこだわり強いし、もうなんかね、天才なんだよね。もう本当に、桜井先生の話をするともう、止まんないぐらい面白い。桜井先生はね、本当になんかいろんな意味天才だなって思う。うん、もちろんカットの技術もこだわってるし、僕と同期でもうね、それこそ10年近く一緒に苦楽を共に味わった人なんですけど、結構面白いよ。うん、しっかりいつもシャツ着てネクタイ締めてみたいなパキパキな感じなんですけど、うん、結構やってることは面白いと思う。うん、もちろん技術もしっかりしてるんで、サンドロも行ってみてもいいかな。なんかね、確かね、戸建てじゃなくて、結構大きな、なんか戸建てっぽいじゃないけど、なんかこう美容室をオープンさせて、なんか1階と2階があって、なんかカフェみたいなのを併用してたのかな、なんか気がするんだけども、うん、サンドロってところは結構それも面白いところなので、ぜひ香川で、うん、駐車場も結構大きかった気がする。うん、なので行ってみても面白いかもしれないです、うん、サンドロは。で、このサロンド東郷、サロンド東郷は、まあ、東郷さんっていう、中谷東郷さんって僕の1個上かな、東郷さんは確か1個上の2個上1個上か確か1個上か、うん、確か1個上だと思う。で、結構長年やってて、僕が辞める前かな、時期的にはそれなんですけど、帰って独立して、まあそこそこの大きい、そこそこって失礼だけど、何人いるんだろう今、7、8人ぐらいいるのかな、のところで結構ね、うん、大きなサロンでやられてます。うん、自分で独立して、趣味はゴルフだったかな確か。うん、東郷さんも結構面白い人で、技術もしっかりしてるし、もちろん、うん、話しやすい、すごい、うん、なんかすごい話しやすいオーラを持った方だった僕は。うん、なんかすごいフレンドリーに絡んでくれるし、話してくれる方なんで、すごい僕は東郷さん好きです。うん、なんだろう、俺美容師ですみたいな感じじゃなくて、なんかすごいフランクな感じの方で、すごい親身にいろいろ話してくれるし、技術もしっかりしてるんで、カナダの方住んでる方は、結構おすすめです。またここも、うん、はいはいはい。で、グラウンドセット、はい、グラウンドセットは竹本さんっていう、竹本さんいくつ上、4つか5つぐらい上だって気がする。そんな上じゃないか、いやいやいや、ん ?3 つか4つは上か、でも、もうそんな気がする。3つぐらいは上だって、3つか4つ上だって思う。竹本さんは天才派だね、この人も。うん、
うん、クリエイターって感じ、僕のイメージは、うん、もっとな、もちろん元の同期とか仲いい人もいるんだけど、竹本さんとかと、あの天才肌だと思う。なんかすごい、言うことが理にかなっているんだけど、その中で自分のその独特の流れがすごいせん、センスいい、うん、僕の見てる中でも本当、近い先輩では本当だ、飛び抜けてセンスがいいと思う。うん、なんだろう、なんかね、うん、センスいい天才みたいな、本当そんな感じ。島根にいる人はね、僕本当にここおすすめ、竹本さんは。しかもかっこいい、身長も高いし、スタイルいいし、服のセンスもいいし、おしゃれだし、天才な感じがするんで、島根の方はぜひ行ってもらいたいですね。うん、ここは竹本さん指名で、指名でっていうか、うん、まあ竹本さんで、うん、で北海道、北海道の阿見、うん、阿見ってさ、まあ、僕のね、何個したあれ、はたくんっていう後輩なんですけど、3つ下か4つ下ぐらいのはたくんっていう人が、あの出したの。結構前に出してる、何年も、もう結構前だよね、5、6年前にも出してるんじゃないかな、全然。早い段階で出して、1店舗、2店舗ぐらい出してるんじゃないかな、はたくんは。どこかわかんないけど、場所は。室蘭。室蘭だ。室蘭市。にいるはたくんっていう人が出した。イケメンだよ、はたくんは。うん、なんかみんなが、これも可愛い系イケメンみたいな感じで、もともと入ってきても二十歳、二十歳で入ってきた時からイケメンだった。結構そのみんなが好きなイケメンみたいな感じで、うん、彼もやっぱりもちろんね、あの僕の後輩で練習、勉強ももちろんしてたんで、技術はすごいしっかりしてるんじゃないかなとは思います。なので北海道の、まあ、室蘭、まああの辺ちょっと俺北海道はねあんまり知らないから、まあわかんないんだけど、室蘭の方でこう病室探してる人とかはいいんじゃないかなと思います。うん、まあこれだけでも結構ね、静岡、福岡の下の方から北海道まで行ってるでしょ。まあ結構いろいろとあるので、まあもう一回、多分明日出ると思うんですけど、多分これと同じぐらいの数の美容室をまた紹介しようと思うので、もしね自分の近場とかであればぜひ行ってもらってもいいのかなと思うので、ぜひ参考にしてみてください。バイバイ。